はい、どうも、やるうどんの石森です。今回は2強のもう2強だけにやる特化した講習会を開きたいと思うんで、おそらく合気道やってる人だと、まあ肩持ちの、まあ、こういうのはよくやってると思うんですけど、一回付き合ってもらって、うん、で鎖骨にピタッと固定しちゃうんですよ。でこのままお辞儀で、うん、と普通の人は手首もうここで固めてるんでもう逃げられない。でちょっと肘曲げてもらって、この角度はもう耐えられないですよね。でこうなると逃げていっちゃうんですよ。この角度で相手の方にこの手首固定してるんで、これでお辞儀するとここは、いやこれ多分今柔らかいんで入んない、あと受け慣れてるから入んないっていうのが出るので、うん、こういうシチュエーションおそらく皆さんやってるとあると思うんですけど、頑張ってんですか今。いや頑張ってないです、普通の状態です。頑張ってないですけど柔らかいんで関節効かないんですよね。そうですね、あんま来ないです。別に踏ん張ってるわけでもないで、結局これって手首決めてやろうだとこうなんですよ、うん、で柔らかい人には決まんないんで違うところを意識してもらって、この辺りをこうやって降りるんで、うん、で結局手首決めに行ってもこうなんですよね。柔らかいとこれいくらやっても決まらないんですよね。でこれはこのままでこっちの感覚になる。え？これをまあ講習会でやりたいと思います。要はこっち固めてないんですよね。まあどうでもいいです。こう今握って下ろそうとするとこういう感覚なんですけど、これを耐えられます。このぐらいの触れ感でこれが下にスッと、もう一回いいですか。ないとこう、ああこれもこっちも多少は抑えてますよ。こんなグラグラだとさすがにこのアスリがあるんで、うん、ここで多少は抑えてますけど、手首をこうしてるんじゃないです。 こっちの感覚なんです。こっちの左手の、こっちの、うん、この感じですか。これだからこう、あ、握ってもらって、これで手首こういくと、うん、はい、入んないんですけど、うん、こっちの感覚です、うん、力でくると全然効かないですけど、そう力でここを押さえつけて、うん、反発したくなります。なんだろう、もうほんと軽く握ってこの触れ感を変えないままこう、え、ただこう触れてるだけですか。そうですね。であとよくこういう角度に決めてこうやんなさいって押されますけど、うん、結構バツッとかかってくるから、でもまあ耐えたくなりますよね。そうですね、ここを返したくなる。今この状態はふわっとしてます、うん、ここで強くなってくると耐えるんですよね、うん、だからちょっとこう返してもらっていいですか。これに対して無理やりいくとこうなんですよ、うん、はい、返したら返したところにずっとついていって、でここだけ回ってくれば、うん、そこの感じをやるといいんですよね。これはでも説明しようがなくて、受けてる人しかちょっと分かんないんで。全然痛みもないですよね。そうですね、だから、うん、その皮膚感覚でやってるんで、すごい不思議な感覚ですね。まあ、動画ではここまでしか伝えられないですけど、説明のしようがないんで、こう締めて落としてやるだともう相手が拒否するんですよ、うん、ギュッとくるから。だから本当に来た後密着、ここでこうしてないです。もうこの感覚のままです。でここを軸に考えてこれがこう落ちてるだけ、
そういう感じ。かけられてる自分もなぜ崩れるのかわからないぐらい、うん、ものすごく柔らかい。まあこう痛くない二強とかやってみたい人はぜひ体験というか、はい、まあコツは教えますんで、よかったら来てください。じゃあ終わります。